知恵とスピードで世界に挑戦。主力は自動車の足回り部品とカーエアコン用部品。イエスものづくり、今回は安曇野市の平林をご紹介します。多品種少量の自動車部品とカーエアコン用の量産部品の製造という2つの柱を持つ平林。この工場では自動車の3大要素である走る、曲がる、止まるを支える重要な部品を製造。月産数百個から少ないものでは年1個までと幅広く扱い、製品点数もおよそ400点、製造が終了した自動車もサポートします。製造工程を、ある程度コンパクトにまとめ上げて、加工機を用いたりですとか自工具、そういったものを、自社で内製して工程の集約、あと品質の確保ですね、これを両立させることができる、こういった工程集約の技術、これが弊社の強みに。第二工場では自社設計した自動化ラインでカーエアコン用の部品を大量生産します。量産だけやってるっていうと、やはり受注の波というんですかね、量産と超少量と日本柱でやってますので、仕事量を安定的に分散させて、いわゆる集中させないことができると。平林は2016年にエンジン周り部品製造の埼玉県の企業を買収。中国天津にも製造拠点を持ち、安曇野市の本社と3つの拠点で新たな展開を図ります。3拠点おのおの特徴を持ってますので、ここのおのおの強み、こういったものを、みんなで持ち寄って、何か新しいものづくりというものをイノベートできたらなと思っております。イエス。